たのか。もう少しで悟空が来るはずじゃからの、頑張って持ちこたえるんだぞ。貴様らにいいものを見せてやろう。ま、まさかお前しまい。大した自信だね、デイビー。それとも恐怖のあまり頭に。今のうちにそうやってニヤニヤ笑って、ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついね。ちょっと本気でスピードを上げたらついてくれるのよ。それでもスーパーサイヤ人なのかね。バカな。すまだ、戦う気がまるでなくなった。ちょっと待って、なんと。遅くなってすまない。オラが何とかする。かかろうと、あいつだ。フリーザー流血サイヤ人の惑星ベジータを破壊しやがった。頼むフリーザー、フリーザーを倒してくれ。ベジータまだ来たのかな。フリーザーはおめえ、ちょっと頼まれてくれっか。うまくつらない。フリーザを突きつけてほしいんだ。うまくいくかわかんねえが、やるしかねえんだ。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラおお、こりゃ元気玉じゃな。これならフリーザーを倒す方ができる。はい、を突きかけてもうダメかと思っとったが、悟空に考えおったわい。その考えを自分で使わないくせに、より怖いのに考えるわ。君なら俺の父さんより強くなれるかもな。生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。そんたらやくまいやくまい。うえyou
起こったぞ。ご飯、手をつけてさっさと地球へ帰れ。俺の理性がちょっとでも残っているうちにとっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。もう謝っても許さないぞ。何者だ。ご存知なの。俺は地球から貴様を倒すためにやった。絶対すごい。君なら俺の父さんより強くなれるかもな。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は空らは弟のようにはいかんぞ。兄さんの兄貴だぞ。どうなったもんじゃ。さっきまでこんな奴はおらんかったはず。離れて暮らしてしまうな。こいつがお望みのフルパワーだ。はじめよ。早いとこ爆発する。海王様がドラゴンポールでみんなを。よし、
前のことはよく知らねえが、随分助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてもらった。よし、いいぞ。その調子で頑張るんだ。フリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。ああ、お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトア。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。